そう考えるとなんか、あ、そして武漢にいたね、感染者っていうのは50万人もいたんじゃないですか。ここから考えると、今の日本の致死率 1.6% で8333人ですから、まあ、その数倍はいたんじゃないかってことを見てもらえないような、そういった状況だったんですね。ということで、ね、僕が推定する今年の1月から3月ぐらいの武漢での死亡者数、これってまあ数万人から10万人いたかもしれないという数字になります。死亡者数出さないですから、でも今後も出さないと思うんですよ。なんでかっていうと、こういう時にね、だからもしかしたらね、今日話した話、そして今日計算した数字っていうのが、今後もね、一番浸透してから数字なのかもしれない。だってね、使ってる数字っていうのは中国で、ね、公式発表した数字を使ってます。それでね、今中国が発表してる。ここで結構感染者が出てくるんですよ。だから北京市全体じゃないけれども、北京市の準備区、ここで結構感染者がね、ポツポツ出てると。そういったこともあって、ここに住んでる人、住民80万人に PCR 検査をね、させていたりとか、あと、ね、もっと大きいのが、大連市です。なんか大連市っていうと、ね、前もね、1000万人ぐらいなんかこう、PCR 検査させた気がするんですけども、ね、最近でもですね、
何？
ちゃ怒るんや。セミフサやってる？